みんなペロリ平等を具現化する方法は猫がネズミと暮らしていた冬場の食料とヘッドを壺に入れ蓄えていたヘッドは牛の油しかし我慢できない猫は出かけると言ってはネズミをだまし 何度もこのヘッドを食べた。冬になり、ネズミがヘッドの壺のところに行ったところ、中は空だった。猫の仕業と知ったネズミは猫を責める。次の瞬間、猫はネズミを飲み込んだ。グリムドーは何とも、救いのない話と言うべきだね。これを読んで、 ネズミはかわいそう。約束を破った猫は悪いという感想はやはり浅い。無論、これは人に置き換えていると思うが、そうであっても、善悪の話としてだけ捉えるのは物足りない。ここで重要なのは、冒頭の一文だ。猫がネズミと暮らす。考えてみたら一緒に暮らせるはずはない。この両者は、捕食の関係にある。 猫は絶対的な強者。ネズミは絶対的弱者なのだ。それが共に暮らしていくのは、猫が自生して欲望を封印していくしかない。あるいは、ネズミが防衛しているか。そうでなくては、一日とて共存はできない。この場合の使命を制するのは、猫である。それが、強者の本質としてある。しかし、 共に暮らしていたと書いてある。しかも、ネズミは対等に振る舞い、猫を責めたりする。ここに、読解のポイントがある。つまり、こういう行動に出るネズミは、猫と同等であるという意識に囚われている。平等。対等だね。なぜだろう。一言で言えば、自覚が足りない。 理念として理想である平等ということを何も努力しないでも平等だと思い込む。これは危険なのだ。身を滅ぼす。対等平等とは弱者にとっては都合のいい言葉だ。理念の心地よさに自他の真の関係も見ていない。だから結局は丸飲みにされたのだ。それでは、 ネズミは猫を責めなければよかったのだろうかそうではない。これは、時間の問題だろうね。強者は、常にゆとりがある。だから、弱者は、強者と対等になるためには、理念だけではダメだ。法や制度だって絶対ではない。自己武装が必要だ。猫に食べられないような術を、何か身につけなくてはならない。 猫を恐れさせないといけない。これは方法だね。理念を、具体的に方法として行っていかないと、弱者のままだ。ところで、君は弱者か